よしひと、大丈夫か？よしひと、お前、少し休んだ方がいいんじゃないか？ちょっと最近、あんなことがあって。1 15 love。 俺は思った。お前、精神的に追い詰められてんじゃないか？お前、精神的に追い詰められて、頑張ろう頑張ろうってなって、オーバーワークしすぎて今回の大会全身痙攣したんじゃないか？違うか。自分の心に今手を当ててリトルヨシヒトに聞いてみろ。多分相当きついって言ってる。ヨシヒト、お前のリトルヨシヒトは助けを求めてる。そう、ヨシヒトのSOS だ。だから今回誰もヨシヒトを助けようとするね人がいないから、この俺小林太郎が手を差し伸べようと思う。ヨシヒト、もう今年は休憩しよう。お前は十分頑張った。いやいやいや、小林さん、もう今年もう大会出なかったら僕ランキングすごい下がっちゃいますよ。そんなことはない。ここで無理に頑張って体壊すよりかは、一旦気持ちと体休めて次の来年のシーズンに向けて一緒に俺と頑張ろうよ。だからさ、日本に帰ってきて俺と一回飯行こうや。話聞くよ。どうしたん？最近嫌なことあったんやろ？話聞こか？こんにちは。小林太郎です。あ、小林太郎です。小林太郎です。あ、痙攣してたけど、すごい頑張ったと思う、俺は、ヨシヒト。だってさ、4セット目の 3-3 で違和感というか痙攣し始めて、ゲームにしようか。でこのプレーだよね。えぐいです。いや、ヨシヒトさん、さすが僕が認めた男です。ヨシヒト、一回日本に帰ってきて俺と飯食おう。そして相談何でも聞く。愚痴ってくれ俺にいっぱい。以上だ。ただ物に当たっちゃダメだぞ、ヨシヒト。この通りです。僕と一緒にご飯食べましょう。ご飯一緒に食べたいから今こういう提案してるわけじゃなくて、本当にヨシヒト君の体を一番に思ってる私が今提案してます。以上です。無理しないでください。ヨシヒトさんの日本で、家、世界で一番のビッグファン、小林太郎でした。ご清聴ありがとうございました。登録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 